はい、どうも、今回紹介するのは長谷川のごめんなさい、アメリカンローライダータイプ T でございます。先月ですね、発売になったタイプ C と、まあ車種も違いますけども、多分まあこれはフォードの T バードというかサンダーバードか、サンダーバードって一応刻印の書いてありますけども、エンブレムのね、これもなんかあれみたいですね。元はなんかスロットカーのボディだったんですって。でそれをスケールモデル化にしたとか出て教えてもらいましたけども、サンダーバードの文字はしっかり読めるんですけど、これ塗装は しんどいかなって気はしますね。でまあワイパーはね、タイプ C と同様にボディにモールドっていう感じですね。なんかこうサンダーバードって個人的な、あの軍勢産業が出してたあの32分の1のやつをですね、昔買ったはいいけど作らなかったっていうことがあって、でガラスパーツがバラバラですね。まあ内側からですけども、でもうね、それ以来全然こう見かけるような機会もなく、まずその軍勢産業の32分の1のサンダーバード自体がもうまずないですし、まあ、今軍勢産業がねクリオスに代わり作ってませんしね、プラモデルを。まあこれも前後シャフト同士な感じですね。でホイールがワイヤーホイールっぽいホイールがついてますね。でまあそういうこともあって、まあまずまずアメプラだとあると思うんですけど、デカールはむき出しでございます。ファイヤーパターン、フレームスが入ってる感じのね。アンカーで購入した1930年代から1940年代の主力車を新車に負けないように美しく豪華にカスタムを行ったのがローライダーの始まりとされています。かなぁかなぁ。一応なんで説明書もね、すごく簡単というかシンプルな感じです。まあこの辺はね、もうボディカラーをいかにこう自分好みに塗るかによってその人のね個性というかそういうものが現れるキットだと思いますんで、まあまあそのアメプラのそのなんすかサンダーバードとかっていう風にしようとすると、ちょっとね、まあ敷居が高いかなーって気もしますけども、これ一応ねインパラとサンダーバードっていう、ここに刻印が、シャーシの刻印見えますかね、あります。ってことは当時インパラも出してたってことなんですかね。どうなんだろう、インパラを出してたんだったらちょっと興味津々じゃ、興味津々ではあるんですけども、よいしょ。まあ昔ね、なかなか買えなかったという方は、当時は買えなかったっていう方は、まあ買ってみるといいかもしれませんが、今回の定価がですね、3400円ですね。タイプ C と一緒かな。はい、まあ、フレームスを使う使わないは置いといて、結構ね、こう、この組む人によってどんな色に作るのかっていうのがね、ちょっとね、見てみたいなっていう気がするキットでございます。ファントムトップもね、うまいことこうそういう感じにしたりとか、まああんまりあれですけど、まあ自分ちょっとあんまりローライダーに関してはね詳しくないので、まああんまり語らないでおきますけども、こういうのに出ましたので、挑戦してみてください。ご視聴いただきありがとうございました。